大野海駅は熊本県玉名市大名町の下にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。開業時の地名が由来、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。駅舎は上り川ホームに面しており平屋建てである。2010年3月に解体された旧駅舎は太平洋戦争中。 米海軍空母艦載機による空襲の際に受けた機銃装車痕が天井に残っていた。2010年3月に新駅舎の使用を開始した。新駅舎には常設展示として旧駅舎の断痕のついた天井板の保存と解説が設けられている。かつては九州交通企画が駅業務を行う業務委託駅であったが、 地元の要望から完全無人駅化はされず2010年4月1日より地元自治体が委託管理する簡易委託駅となり早朝夜間を除き地元民の駅係員が常駐している。簡易委託化に伴いポス端末は撤去された。近距離切符の自動券売機が設置され常時購入。可能だが駅係員がいる時間帯は窓口から手書き切符の購入もできる。 駅係員がいる時間帯は、駅内の畳敷休憩室を利用できる。駅係員不在時は、休憩室は施錠され利用できない。2016年からの1日平均乗車人員の、水位は、下記の通り、玉名市の南西部に位置している。現在、駅隣接の貸し駐車場や駅裏の平地となっている、部分は、貨物などの操車場があった。 王の海議入り口、熊本県道112号流す、玉名線上、熊本県道169号王の下、停車乗船との交点付近にあり、約 1km 離れている。ABCDEFGH、週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、レー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞出版。 週刊朝日百科2013年3月31日22ページ交通新聞 P1 駅別乗車人員ありがとうございます